高知駅北口を出てすぐのところにあるこちらのカーシェア、スマホ一つで乗ることができるんです。高知よさこい祭と合同庁舎の入り口に設置されているトヨタシェアダイハツステーション。1台の自動車を多くの人が共同で使用するいわゆるカーシェアリングで、普通乗用車と軽乗用車の2台が用意されています。観光客や地域の人の移動手段として使ってほしいと、今年の4月末から運用が始まり、土日祝日は予約で埋まることが多いといいます。スマホアプリをダウンロードし、会員登録をすると24時間利用できます。料金は15分220円からで、利用する3ヶ月前から予約できます。予約した車に近づくとスマホで鍵を開けられます。特別な手続きは必要なく、そのままエンジンをかけて出発。車を返却するときにガソリンを入れる必要はなく、運転中にガソリンがなくなったときは、その都度車に備え付けのガソリンカードを使い給油をする仕組みです。こちらへ高知へ旅行に来てくださる方ですとか、単身赴任の方ですとかに使っていただきたいと考えております。夏観光シーズンになりますので、ぜひ高知駅の裏のダイハツカーステーションお使いになってください。よろしくお願いします。県内では他にも介護用の車が借りられる大津店と、キャンプに適した車が借りられる高知中央店が展開されています。